はじめまして、夏希の友人のアリサです。たくみです。はじめまして。たくみ、頼むで、うまいこと彼氏のふりしてよ。任しとけって。夏希いいな、こんなかっこいい彼氏がいて。ははそうやろ。あの、夏希とはいつもどこで遊んだりするんですか？あー、こいつインドアなんで基本家が多いですね。よしよし、たくみいい感じに彼氏役やってくれてるよ。夏希しっかりしてるから怒られたりしません？そんなことないですよ。こいつ結構ズボラだし。何？急に何を言い出す？こいつトイレの後は服で手拭くし、いっつも時間ギリギリで平気で電車で化粧するし。ちょっと、そんなんしたことないやろ。恥ずかしがんなって。これ言ってほしかったんだろ。は？何言って。あー、これこの前匠に狙われへんようについた嘘や。なんで今言ってんの？あのさ、匠前言ったのは。大丈夫だって、俺ちゃんと全部覚えてっから。そうじゃなくて。意外、夏希彼氏の前では気を許しちゃうのかな。っていうか気を許しすぎなんですよね。部屋なんてゴミ部屋だから、いっつも俺が片付けてて。ゴミ部屋？違う違う、たまたま散らかってただけで。何言ってんだよ、いつもお前がパチンコ行ってる間に片付けてやってるだろ。え、パチンコしてるの？してない。いやー、こいつね、パチスロに生活費突っ込んでるからいっつも金欠で。あー、そうそう、自分が貧乏だからってすぐ人に貯金いくらか聞くんですよ。聞かへんわ、お金もちゃんと貯めてる。でも幸せそうでよかったよ。私も彼氏できたら紹介するね。やめといた方がいいですよ、こいつ人の彼氏にすぐ点数つけるから。あ、インスタフォローするって約束しても全然してないですよ。こいつ、後で覚えとけよ。夏希、なんかあった？急にこんな変わるなんて変。変といえば、この前すっげー際どい格好して出かけて、警察に露出狂と間違えてたよね。それは言ってない。なんか変わっちゃったね、夏希。違うね、これには訳が。あれ、なんか夏希の様子が。まさかあの話言ったらダメだったのか？ほんまに私そんなこと。なんて、今のは全部俺の話です。こんな俺を叱ってくれる夏希にはほんと感謝してるんですよ。たくみ、あ、そうだったんだ、びっくりした。でもなんか納得。そうやねん、ほんま大変な彼氏やわ。あ、俺ちょっとトイレ行ってくる。うん、よかった。なんとかうまくいきそうや。夏希、ん？何？悪いこと言わないから、今すぐあの人と別れた方がいいよ。あっかん、誤解は解けたけど、今度はダメ男に引っかかってる女と思われてる。せっかく彼氏おるって見えはったのに。もうすわつかんとこ。